東京停心病院は東京都千代田区にある病院である。1938年2月に停心症職員と家族を対象の職域病院として開設され、1986年3月に保健医療機関指定承認を受け一般開放、郵政省関係者以外の一般の患者の利用も可能となった。郵政民営化に伴い、日本郵政株式会社が開設者として、 日本郵政グループの企業立病院となった。いずれも診療棟の東側に隣接する管理棟の中にある。なお、両胸の間には特別駆動が通っており、地下1階で両胸の行き来が可能である。東京都、千葉県、栃木県に所在する郵便局等の日本郵政グループ各社事業所に勤務する社員の健康管理を受け持つ産業医、保健師が所属する。 元々は、当院の組織であったが、民営化が予測された日本郵政公社当時、社員の健康管理業務と患者への医療業務を完全に分離するとの方針に基づく、組織の再編が行われ、2004年に当院から分離されて発足した。ただし、一時業所としての規模が大きく多数の社員が勤務しているため、元々健康管理室が設置されていた霞が関、本社ビル、 銀座郵便局、新東京郵便局に限り、同センターの直接の受け持ちではなく、健康管理室を引き継いだ同センターの分室が置かれている。全国の健康管理施設における会計、調達事務を集中して行う組織。旧建物現在の東京定心病院の敷地は、福島繁盛屋敷時代の敷地をほぼそのままの形で残した遺構である。遡ること江戸時代、 東京帝心病院のある場所には福島藩の上屋敷があり、明治に入ると福島藩上屋敷や土地に陸軍軍医学校が作られる。さらに陸軍軍医学校の土地を活用し東京帝心病院が現在の場所に設立された。1936年1月寄港され、翌1937年10月に竣工した旧建物は帝心症経理局営前化。 山田守の設計によるモダニズム建築で映画、暖流の舞台ともなった。第二次世界大戦中の1945年5月に行われた空襲では、本館外来の一部及び院内郵便局が消失した。戦後も増築されるなどしながら維持されたが、ついには建て替えられた。いずれも診療棟1階にある。また、当院は、 低診症解説の病院である経緯から、かつては院内に、麹町郵便局東京定診病院分室が設置されていたが、2014年7月25日に営業を終了、翌日付で廃止された。分室廃止に伴い、ゆうちょ銀行 ATM が一時撤去されたが、2ヶ月後の9月30日に再設置されている。病院公式サイトも参照。ありがとうございます。